はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の約数と倍数丸2をお送りします。で、前回からね、新しい章が始まって、まあ2本目なんですが、前回倍数にね、関する特集だったんですけど、今回は約数にちょっとね、スポット当ててやっていきます。で、全部で3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとわからないのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではいつも通りやっていくんですけど、ちょっと先に言ったことがあって、まあ、多分ね、こっから何本かの間なんですけど、ちょっと今左手ですね、火傷してまして、こんな感じで、あれっていう感じすると思うんですけど、特に気にせず聞いてやってください。お願いします。では1番からいきます。では1番と2番はね、かなり似てるタイプの問題なんですけど、両方正の約数に関する問題です。ただ上は全て求めよう、つまり約数全部書けよっていう。で、2番に関しては約数の個数を求めよう、何個あるのっていう、まあそのタイプが違うだけなんですが、やっていくことは同じです。で、正の約数に関して求めたいときは、もうまず素因数分解します、その数字を。だから今回196、素因数分解していくと、ちょっとやっちゃいますか。まず2で割って98、2で割って49の77か。つまり196、ちょっとね、省略して書いちゃいますけど、2の2乗かける7の2乗と。これで素因数分解が終了となります。で、まずちょっと話をね、初期というか最初に戻すと、約数って何っていうところから始まって、で、約数っていうのは、この数を割り切ることができる数です。例えば2とか割れるでしょ？割り切れる。ね。だから2は OK です。で、3は割り切れないんだよね。これちょっと3、どうできないね。OKOK。まあそういう風に割り切れる数っていうのが約数です。で、すべて求めるっていう時はどうやるかっていうと、これ、組み合わせを考えます。どういうことかっていうと、これ、2の2乗まであるじゃないですか。つまり、これ2の0乗、2の1乗、2の2乗っていう組み合わせがあるんで、まあ自分の書き方ですけど、ね、樹形図みたいに書いても構わないんだけど、2の1乗、2の2乗とこうなります。で、これ、かける、こっちも同じで、7の0乗、7の1乗、7の2乗ってのがある。だから、7の0乗かけたとき、か、7の1乗かけたとき、7の2乗かけたとき、この3つをかけます。で、全部同じです。こっちもね。つまり、9通りの掛け算がある。2の0乗と7の0乗、2の0乗と7の1乗みたいな感じでね。で、その掛け算の組み合わせの9通りが、ここの答えになります。約数の。だから全部書いていく、あとは。で、0乗って書きましたけど、0乗ってのは1のことなので、1のが分かりやすいんでね。1に変えちゃいます。こういう感じ。じゃあ、あとは書いていくだけなんで、まず 1×1 で、1。で、1×7 で、7。で、1×7 の2乗で49。で、書いていきたいんですけど、本当は小さい方から並べた方がいいです。まあ、全部並べてもいいんだけどね、このまま。×は食らわないだろうけど。だから、本当は2の1乗かける、これ一応書こうか。1と7と7の2乗、49。こっちも同じだね。まあ、こうなってるので、ちょっと×つけておくか。1が書きました。次、2、1が2の先だね、本当はね。小さい方並べると、2、1が2。で、2、2が4なんで、1かけると4。で、次、7かけて7。ここが7に14。4かける7なんで、28。ちょっとこう割ったね。で、7、7、49。で、ここが、49に2かけるから、98。で、最後が、196か。これで、約数が終了となります。結局、その素因数分解するっていうのは、その数を、ある掛け算の形で分解するんだよね。細かく。で、今やってみたら、まあ、2が、2×2×7×7。っていうことが分かりました。で、割り切れるっていうことは、当然、この数を使えば割れるんだよね。2を使えば割れるし。2、7、14だったら割れるしっていう状況が分かってるので、あとは組み合わせだけ考えていこうぜっていういう感じでやってください。で、本当はこの2番の個数を求めるのが簡単です。やり方さえ覚えてしまえばこっちの方が簡単なんだけど、
で、この約数の個数のを求めるときも同じように、まず素因数分解します。で、多分ね、これちょっと入らないんで、こっち行こうか。2で、315、5からやっちゃえばよかったね。これ5いっちゃうか、3でもいけるんだけど、5、6、30で、5、3、15、3で21、3で7と。なので、630か。630 イコール、2×3÷5×7 なんだよ。細けえな。こんな感じになりましたと。で、こっからやることは指数です。右上の、ここ。まあ、あえて書くと、1乗、2乗、1乗、1乗になってます。で、個数求めるときは、ここの数だけ注目してやっていく。で、どう解くかっていうと、ここ1じゃないですか。肩の数字に全部1を足してください。だから1を足すと、2322になるでしょ。肩の数字が。それを全部書けます。だから本当は多分ね、参考書とかは、カッコ1足す1かけるカッコ2足す1って書いてくれるんだけど、めんどくさいので。だから、もうね、頭の中でかけた、あ、足したっていうことにして、こうなる。で、あとは624か。これが約数の個数になります。だから、こっちでやってみると、これ今ね、全部書き出せだったけど。もし196の正の約数の個数を求めろって言われたら素因数分解します。肩の数字、1足すと33なんで、左三角9個でしょ全部。だからその個数の数も合うと。で、なんで、この肩の数字に1を足したらできるかっていうと、これね、ここはちょっと発祥、あとなんだろう、わかりやすくって、結局、ちょっとこっちで説明するよ。これ、2と2あるじゃないですか、肩の数字。で、今、ここに書き出したのは、その2っていう数に1を足したものなんです。で、なんで1足したかっていうと、0乗があるから。1乗、2乗と0乗の分の3つを並べました。そこに0乗、1乗、2乗の3つをかけましたっていう。だから、その肩の数字に1を足した、0乗の分を足したのをかけた。その組み合わせが数に出てくるよっていう。必ず。で、こっち書き出すとめんどくさいんでね、あれ書かないんですけど。だから、肩の数値に1を足して、全部かけると、個数、噛んでる。個数をね、求めることができます。よし、じゃあ最後、3番いきましょう。これは一番番処理を取るかな、ちょっとね。で、あ、ちょっと待ってね。これね、最初、焦点をね、ちょっと合わせてないんで、ちょっといじりますね。よいしょ。OK。じゃあ3番はですね、AB プラス、4A プラス、2B プラス、1イコール0。これを満たす整数 AB の組をすべて求めようという感じ。で、これはですね、基本的にここ、因数分解、結構無理やり因数分解になりますけど、をして、ほにゃららカッコ、カッコかけるカッコイコール数字っていう状態に持っていきたいです。基本的には。で、どうするかっていうと、まず自分だったらね、ここです。AB プラス 4A のところで A をくくり出します。そうすると、A カッコくくり出すので、B プラス4がこうやって残る。まあ、出てくるからね。で、後ろって 2B プラス1じゃないですか。ただ、さっきも言ったように、カッコかけるカッコにしたいんで、どうするかっていうと、例えば、ここがね、これ適当だよ。適当に書いてるけど、こうなってくれれば、B プラス4でくくり出して、B、あと、まあ、書くと B プラス4が出てきます。で、残った A プラス5が後ろのカッコに入れます。だから、さっき言った、カッコかけるカッコの状態が出来上がるのね。なので、ここに持っていきたいんで、後ろの部分、無理やり B プラス4作りに行きます。で、どう作るかっていうと、2B。B にもう2がくっついちゃってるんで、ここはもう2を出すしかないんだよね。で、出すと、2でしょ?で、カッコ B プラス4ってこうなります。で、この後、この状態に戻さなきゃいけないので、どう考えるかっていうと、これをもう一回展開してください。書いてもいいし、頭の中でもいい。まあ一応書こうか。で、手前の部分はもちろんこれと同じになります。AB プラス 4A。これ今配っただけね、ここをね。で、ここを配ると、2B は OK なの。合わせに行ったから。でもこっちがプラス8になるんだよね。で、プラス8じゃまずいでしょ。でもどうすればいいかっていうと、結局プラス1だったら OK なんで、あ、じゃあ7引きゃいいじゃん、みたいな。こうやって。
ここの部分はこれと一致してるんで、あとマイナス7引けばこれに戻るでしょ。つまりちゃんと書けばこうすれば問題ないの。マイナス7すれば1に戻るわけだからね。で、こうやって無理やり因数分解しに行きます。で、マイナス7に関しては右辺に持っていってください。で、ここに、ここだね、ここに関してはさっきも言ったように B プラス4同じ括弧なんで前にくくり出してしまう。で、A プラス2が後ろの括弧に残る。で、一応、まあ、B プラス4が先に出るって言いましたけど、まあ見た目的にね、 A プラス2が先に来た方がまあ綺麗なので、まあ、ちょっとこうやって書きますけどね。括弧ってのはどっちで入れ替えてももちろん問題ないので、で、こうなります。因数分解するとね。で、結局これ何を表してるかっていうと、ここ掛け算じゃないですか、ここに隠れてるの。つまり括弧になってますけど、ほにゃららかけるほにゃららイコール7を満たせばいい。で、あるものとあるものをかけて7になるには71のコンビかマイナス7マイナス1のコンビしかないんですよ。つまりこいつが71になるか17になるか、マイナス7マイナス1になるか、マイナス1マイナス7になるか、この4つのコンビしかないんです。掛け算だから、ここがこうやって7になるにはね。じゃあそうなる AB を全部書き出せば OK だよね、この4パターンをっていう話なので、つまり答えいきましょう。ここからちょっと暗算で頑張りますね。まず71です。これは中身が7になればいいから、つまり A が5だよね。5になれば5たす2で7になるから。で、こっちが1になるには B はマイナス3ですね。これが1個目の答え。で、次、17なんで1にするには A がマイナス1です。で、ここ7にするには B が3になれば OK。っていう感じでやっていってください。で、次行きましょう。下行こうか。マイナス7になるには、マイナス9か。で、マイナス1になるにはマイナス5ですかね。これね、自分結構これミスりやすいんで気をつけますね。で、ここがマイナス1になるには A がマイナス3。で、こっちがマイナス7になるにはマイナス11か。さあ、さっき解いたのと一致してるかな。大丈夫そうね。OK です。という、この4通りが答えになります。なので、最初のちょっと無理やり因数分解のとこだけ、そこ気をつければね、まあ、突破できると思いますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数 A の約数と倍数丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3までかな？そして、ね、この態度1回続きますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。